Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、質問が来ておりまして、その正社員を辞めて自分が本当にやりたい仕事にスイッチして、それで正社員になれなかったら、ね、それので叶わなかったら怖いっていう、この恐怖についてお話しできればと思います。Alright, thank you so much for checking out this video. でね、前回の、ちょっと前のビデオでもお話したんですけど、マイナビでね、応援してくれたウェビナーやったんですけども、応援していただいて皆さん本当にありがとうございました。ちょっとリンクつけときますので、すごい1時間ぐらいのビデオだったんですけれども、本当にね、Excel ページ8分の質問をいただいて、皆さんの質問を答える時間がなかったんですけれども、僕もちょっとそれがすごい勉強になって、目覚ましクリスっていう朝の番組で、こういうもっと Q&A、 やっぱり LINE でも質問がいっぱい来てて、もっと答えたいんだよね。で、なんかこういうライブ系で話すっていうのが僕本当に楽しくて楽で、すごい良かったんですよ。で、まあ、ビジョンプログラムでもウェビナーをね、これ12回やったの、10回か、もうちょっとで1年だよね。やったんで、ちょっと腕もね、磨いてきたので、今度からはもっとちゃんとそのライブでね、答えるっていうことなんですけど、ごめん、I digress. Alright. So here's a question from 22歳の女性、大阪府の女性から質問をいただきました。自分のやりたい仕事はなかなか正社員でなれません。その上、なるためにはかなりの勉強が必要になり、正社員で働きながら目指すのが厳しいです。それでも挑戦したい、してみたいとは思っているのですが、正社員の今の仕事を辞めてできる限りの努力をしても叶わなかった場合が怖いです。どうすればいいと思いますかっていう質問だよね。いや、本当に Thank you so much for your question. でね、正直言って、好きなことを仕事にしようっていう中で一番怖いのがそこなんだよね。もしできなかったらっていうことなんだよ。で、この恐怖はやっぱこの恐怖をクリアする方法は僕一つしか知らないんですよ。で、それをちょっと説明していきたいと思うんですよね。で、まず I want to congratulate you for facing your fear、ね、この恐怖と向き合ったあなたは素晴らしいと思います。偉い。もう普通の人はこの恐怖がもし嵐だったら、この嵐がちょっと出てきた場合でもう直逃げると思うのね。好きなこと仕事にしたいって、ちょっと気分がいいなって、天気いいなって言って、実際にその道、好きなことを仕事にするっていう登山道があるんですよね。富士山登るみたいな感じで ねやっていくと、ちょっとその山の上に曇りが出て嵐が出そうだなって言ったら、みんななんかさ、やっべーとか言って逃げちゃうわけよ。でもあなたは違うのよ。あなたは何が怖いのかっていうのを具体的に紙に書いて、しかもあれ水曜日の夜だったっけ、やったの火曜日だっけ、夜8時にライブで実際にウェビナーに来てくれたんだよね。だからすごい行動をとって、 Yeah, so let's give her a thumbs up. Yay! もし彼女がすごいいいなと思ったら、ぜひ皆さんも thumbs up を押してあげましょう。で、これウェビナーだったらクラップとかできるんだけど、はい、hands up とかできるんだけど、 Alright, でね、これをちょっとやっていきましょう。 Alright.で、一つは僕はマインドを使います。 I use my mind、right? そう、どういうことっていうと、プランを立てるんだよね。論理的にこのようなオプションがあるなって、論理的にこの嵐が来たら何が起こるんだろう、ね、嵐、問題が嵐だったら、この問題がね、出てきたら怖えよ、逃げたくなる。 OK、 ちょっと待って、嵐が来たらどのぐらいの嵐になるのね、これハリケーンストームレベル5、レベル6、レベル7、ね、何キロの風で飛んでんの、動きはどう、南から来る、高さどのぐらい、安全に入れる場所ある、他に登った人たちの登山道の残りとかある、ガイドいる、 You recognize the issue、ね、この嵐、問題がを常にレーダーを張って見ていく。嵐が来る前に問題がプッと出てくるんじゃないかって。
で素直にそこで向き合うっていうのを1日1秒でもいいから、1日1分でもいいからやっていくと、問題が嵐になる前にキャッチすることができるのね。だから例えばこの仕事でね、この質問で自分のやりたい仕事はなかなか正社員でなれませんっていうことなんだ。 OK、 このなかなかってどういうことなんだろうって僕は思うのね。ね、その上なるためにはかなりの勉強が必要になり、かなりの勉強ってどういうことなんだろうって、okay? 正社員で働きながら目指すのは厳しいです。厳しい、 OK、 分かったっていうことは、勉強の時間が正社員をやってるとできないっていうこと、その勉強をやれば必ず正社員になれるっていうこと、その勉強をやっても正社員になれないっていうこと、その勉強をして正社員になれなかったら永遠にその正社員になれないってことか、数年経ったらその仕事が出てくるのか、それかフリーランスになるのか、副業として生活できるのか、そもそも自分の生活いくら、どういう理想な生活がしたいの、どこで住みたいの、何県、海外、日本、どこに住みたい、自分の住みたいところの家賃いくら、自分が理想のライフスタイルを生きてたら経費はどのぐらいかかる、それでも挑戦したいと思ってるのですか。 Thank you。 正社員の今の仕事を辞めてできる限りの努力しも叶わった場合は怖いです。おい、叶わなかったらどうなるの、勉強した全部がダメになっちゃうの、ちょっと副業できるの、今の正社員に戻ることもできるの、もう二度と戻れないの、この状況に。こうやって怖いことをね、向き合うことによってこのように冷静な論理的な質問が出てきれると思うんですよね。でも冷静な論理的な質問は怖いと出てこないと思うんですよ。怖いなってやってる、逃げたいから嵐だって言って、いや逃げる、逃げる、危ねえぞ、好きなこと仕事にすると大変なことになるぞ、逃げろ、不幸になるぞ、金がなくなるぞ。俺の場合だったらね、こんな好きなことをやったらね、マスコミから叩かれて、でなんかみんなからネガティブなコメントをいっぱい受けて、会社が潰れて、いいことが続かないってなって、なんか分かんないんだけど多摩川でホームレスになってるっていう俺の最悪のケースがあるんだけど、よくこれを紙に書いていたら、これ多分リアルに起こんないなみたいなのが、自分で真実と違うなって気づいたんだよね。で真実を知ると、いやその恐怖ってさ、もう俺必要て、もう卒業したなみたいな、手放すことができるんだよね。でもこの1日1秒嵐と慣れていく、嵐とお付き合いするっていうワークをしてないと、論理的にどうなるのか冷静に考えるっていうことがすごい難しくなるわけよ、ね、だからこの質問は怖いっていう恐怖の化け物で嵐になってるから、どのような嵐なのっていうことを明確にしていく、ね、時間を立てることができるのか、プランを立てることができるのか、その勉強はどのぐらいの期間をかかるの、いくらかかるの、じゃあその正社員を辞めて別の仕事をちょっとやって、そこから収入で勉強と生活ができるのを稼ぎながら、違う勉強、それからもう正社員じゃなくてちょっとインターンしてね、インターンし、ごめんね、これ結構あのね、ビジョンプログラムの中にめっちゃ、ごめんねマジ、なんかこれビジョンプログラム営業になっちゃったんだけど、こういうのめっちゃ話してるから、このプロセスとかちょっと、もし興味があればそれを見ていただければ幸いです。そうすると、あの、僕を応援してくれることもできるし、僕もそれを通してこういう、あの、ね、YouTube 話すということもできるので、あの、そうして僕を応援していただければすごい嬉しいし、僕もそれをやってくれることによって僕も応援できるので、あの、超幸いです。 But I hope that answered your question. Alright, so ね、1日1秒嵐と付き合い、ね、そうするとそのスケジュール入れて習慣に合わすっていう手もありなんだ。毎週木曜日の夜8時とか、毎週木曜日の夜朝7時はこれを30分やるとか、どのぐらい必要、週2回分かんないけど、
そういう動く前にプランを考えるっていうか、 You know, first you absorb the storm. どこに嵐があるんだって、どのような嵐のタイプなんだって。で、今度次が You plot your course. どう、フライトプログラムよ。まず最初ビジョンやな。で、今度フライトプログラムで飛び方を学ぶのよ。で、これがうまくいくと、あれ、ものすごいエネルギー持ってるから嵐、うまく飛ぶことができるんだよ。で、飛行機で飛んでてもひょっとしたら重すぎるから、飛行機の中のいらないものを全部捨てる。飛行機の中のいらない考え方、古い考え方を全部捨てる。それでも嵐の上に行けないかもしれない。ひょっとしたらエンジンも切らないといけない。自分でやるっていう考えを捨てて、飛んでる途中にもうこのこれに身を任せる。で、このエネルギーを使って一人じゃないっていう、そうするとブワーって上に行けるかも。どういうことっていうと、環境問題やろ。もしこれ地球上の全員がこれもういかんって気づいて、みんなでもうやめようってなったら、どのぐらいポジティブリフトできる？めっちゃ上行けるぜ、人類が。一人でやるのも大切。俺、すげえ話すぎ。OK! I love you guys! I will see you next week! Alright, I'll talk to you soon! Thank you!